どうみさんこんにちは、4月10日ちょっとね水曜日今午後の7時前なんですけど、大井の重賞がねあと1時間ぐらいで始まるんですが、トミックスの方からね新製品情報出てたんで、まあ明日の朝撮んのも今日撮んのも同じだろうってことでね、まあ今日ちょっとまあ夜でもね別に動画撮れる時間でいっぱいあるんですけど、まあちょっと今日はね夜、重賞まで暇なんでね撮っていきたいと思います。トミックスの方から新しいね製品化発表が思ったよりね遅くですけど出ました。まあ俺大体ね第2月曜日かなと思ってたら、まあ、第2週日だったんでね。まあ、ちょっと大体こんなもんかなって感じなんですけどね。まあ、大体いつも通りにはね、出た感じでございます。まあ、パッと見るとね、まあ、内容はすげーっす。まあ、とりあえず行きましょうかね。鉄コレの方もね、ちょっと出てきましたんで、軽くね、ご案内だけしときたいかなと思います。まず、新製品としては、87系寝台のディーゼルカー、トワイライトエクスプレス水風でいいのかな。それが基本増結と、限定品。そして、中央線の、まあ、あれかな、おとといからかな月曜日から運行して、多分明日ぐらいだと思うんですよ。ちょうど130周年なの。まあ、それのね、ラッピングされた、T24 だっけ、それがね、早くも、まあ、製品化ということでね、期待があると思います。そしてね、501系。これ多分ね、基本増結って書いてあるんで、どうなのかな、常磐線の、なのかな、あれ、上野まで来てた時代なのか、それとも今、なんだっけ、土浦だっけ鹿まで行かないやつなんか、ちょっと後で見たいかなと思います。で、木造駅舎が新しく出ます。で、再生産がね、確かなんか入ってたんですよね。なんかなかったっけな。そうですね。再生産が8月に、トレインマークのみですね。485系のトレインマーク。それが再生産。で、水風と、常磐線は、9月。で、再生産がこれに合わせて、キハ47型がなぜかディーゼルカーが出て、189系の浅間、N102 が6両セットと。これあれか、つい最近、定期運用離脱したあの子かな、多分。ちょっとわかんないんで申し訳ないですけど。それかなと思われます。では、とりあえずね、メーカー詳細情報見ていきましょうかね。しかも、加藤からもなんかトワイライトのなんか出てたんだ。2019年代製品化決定。これちょっとまだ聞いてなかったんだな。俺が見たのは多分この辺までかな。まあ、とりあえずね、見ていきたいと思います。では、まず、詳しい概要情報見ていきましょうかね。一応、後でね、常磐線と、トワイライトと、中央線だけはね、後でちょっとページ開きたいと思います。まず、トワイライト、水風に関しては、先頭車全部の、特徴的な5本のラインを精密再現、展望デッキ上部にある10本のライトは、テールライトに連動して点灯します。1号車と10号車、座席の向き、色の違いも作り分けします。そして、展望室内の足元ライト、座席ライトが点灯します。デザイナーインタビューより、デザイナーの方の色のこだわりとなる、パールマイカ塗装を施して深く落ち着いた、緑色を再現します。何これ。プログレス、何これ。なんていうの、なんかわかんないけど、こここのなんか PG モデル第1弾で好評だったモーター、つまり敷島か。敷島で好評だったモーターを搭載、急停車、急発進のない、より実車に近い走行が可能ですと。で、車番に関してはこんな感じと。で、中央線。いつだっけ、多分明日だよね、4月11日だと。どうなのかな、多分そんな近い日付だと思うんですけど。とりあえず、まあ、開業して、新宿と立川かな、あそこがちょうど開業して130年なんで、まあ、一応今年の8月まで運行される予定ですと。車体のラッピングを再現、重量、フル編成セット、特別イラストパッケージ採用。印刷済みのヘッドマークは付属、5号車のクーラーは AU726B、その他 AU76A 装着、済みと。屋根はビート間隔が狭いタイプを再現、車番号車番号は印刷済みと。で、車番が確かね、俺が調べたら T24 なのかな。で、なんだっけな、普通の中央線とかって車番が黒だと思うんですけど、今回オレンジの側面が全部オレンジになってるんで、それに合わせて確かね、車番が銀色なのかな。かそれもうまく再現されると面白いし、あとなんだっけな、号車番号も、昔のね、201系っぽい号車番号に車椅子とベビーカーマーク、これも全部印刷になるんで、この辺がちょっと、ね、面白いって感じなんですよね。で、まあ、ダミーカプラ、まあ、空装備ということで。車番に関してはね、T24 がプロトタイプとなっております。で、序盤線。やっぱり上野に来ない編成になったか。重量と5両編成が製造され、当初から上野、土浦間で活躍しましたが、2000何年からは、土浦より、上の方面ですね。直流区間っていうの、どっちかどっちかわかんないけど。まあ、上野から、土浦から、友部、あとあれか、水戸とか、いわき方面。あれ行くんようか。で、一応これに合わせて側面ガラス、スモークガラスを再現、側面ガラスは開閉式の、窓さんを印刷済み。で、側面ドアコック印刷、車番は、転写シート付属基本セットのみ。モハ501のパンタグラフは新パの、状態。まあ、つまり本当に晩年か。床下もグレー、フライフール付き。で、トイレが付けられたタイプ、ダミーカプラーはいいとして、で、モーター付き。で、モーターなしと。プロトタイプじゃ、まあ、5機5増か。
まあ、今回だから5期5増で、まあ、いわきから土浦か2015年頃再現してるから、まあ、付属御寮は使えないタイプか。水戸、あの、上野まで来てた時代の。まあ、でも、どうなんだろうね。今あれかな。いわきか、あの、土浦から北上するときって御寮を付属し、15両で運転してんのかな。ちょっとその辺わかんないんですけど、多分しないと思うんですけど。多分、どうなんだろうね。してないと思いますけど。まあ、でも、悪くないですね。そして、木造駅舎が新しくなって登場します。木造駅舎4202、グリーンと。こちらがこれと。で、再生産、浅間。と、で、こっちがキハ40系、新潟塾。3年ぶりなんだ。へぇ。新津運輸区に所属するキハ47型および、キハ40型、キッコーシンがされ、屋根上に冷房機器を搭載。新潟塾赤側はボディの上半分が下半分が白。で、赤、白で、さらに赤と茶の帯が巻かれた姿となってます。で、ハイグレードしようと。へぇ、新潟食か。あんまり知らねえな、やっぱり。まあ、まあ、北陸っていうのか、まあ、日本海側の城、ちょっと疎いんで申し訳ないですけど。そして、まあ、こんな感じと。で、こんなもんか。では、ちょっと、見ていきましょうかね。トワイライトと常磐線と中央線だけ。まず、トワイライトからいきましょうかね。あ、これ、プログレッシブって読むんだ。あー、なるほどね。まあ、アグレッシブなら聞いたことあるけど。一応プログレッシブモード第2弾、まあ、四季島に続いてと。実写図面、実写取材、デザイナーインタビューをもとに追求した造形リアリティ。戦闘車全部の特徴的な5本の内容を精密に上げる。これ結構本当すごいですね。てかこれが本当にもう、CG 画像か。まあ、でも結構すごいですね。座席の、向き、色分けも再現。で、塗色もこだわると。で、展望室内の足元ライト、座席の、ライトも光ります。この商品とは別に、水風にご乗車のお客様限定で購入できる商品でも、秋以降に販売予定しております。すごいね、なんか。で、なんでこれ確か、なんだっけな。さっき見せた情報だと、なんだっけな。確かね、重量セットのこっちの限定品、これ限定品なんですけど、重量の方って。この限定品だとなんか音が出る出ないとかってなんか結構変わってるみたいなんですよね。ちょっと、そっちの、さっきお見せしましょうかね。確かこれかな。トミックスから出るのが、まず、限定重量セットと、基本後、増結後。で、これが車内販売品って、車内販売品仕様、限定重量フルセット。オリジナル音源ユニットと、レールパワーに立つか特別仕様と。まあ、これも秋頃と。これはまだ情報がねえのか。これちょっと面白いんだよね。このなんか、車内限定発売品もなんか出しますよ、つってるんで。多分、でもね、今この状態で4万8000円だから、おそらくなんか、パワーユニットとレールがつく。だから、完全な、まあ、多分、ガチなスターターセット。まあ、普通 N ゲージのスターターセットって言ったらちっちゃい車両、まあ、3両ぐらいの車両と、まあ、軽いレールなんですけど、これガチな重量の車両にレールセットのね、多分ね、いくらなんだろう、音が出るって言うし、6万近いのかな、どうなんだろう、ちょっとこの水風じゃない限定ちょっと知らないんで、申し訳ないですけど、ちょっと調べてみようか。今スマホの方で調べてますんで、ね、ちょっと待ちください。車内限定品。これかな、多分。一応今、なんかこの水風の、なんか特別の、あのホームページ的なの見つけたんですけど、ちょっと見当たんねえな。あ、グッズ購入なんかあった。あ、でも。なんかグッズ購入のページみたいなのあったけど、なんか N ゲージに関してはねえな。まぁ、ちょっと、これは要期待かな。多分値段が6万とかそんなもんすると思うんですけどね。どうなんだろうね。普通のだいたい3両のスターターセットから8000円ぐらいすると、それプラスパワーパックだと、だいたい、まぁ、1万3、まぁ、多くて5000円ぐらい。だから、まぁ、1万3000円ぐらいプラス、まぁ、5000円プラスアルファプラス考えて、まぁ、やっぱり6万近いのか。まぁ、ちょっとこれは要期待かなと。で、続きまして、じゃあ、先、常磐線行きましょうかね。乗馬線、まあ、10両編成、5両編成ともに、多分、合計で5、6本ずつぐらい作れたのかな。だから15両編成がまあ5本か6本。で、まあ、なんだろう。土浦より先にいなくなっちゃってね。まあ、めったに会う気がないんですけど。そうだ、今回は5両付属編成に関しては、なんか記載がないんだよね。大体こういうやつって、なんだっけな、前回乗馬線売った時って、トミックスいつ出したっけな。覚えてねえんだけど。でもまあ、インレター付属するから、まあ、どうにか切りつなげばっていける可能性もなくはねえけど。
でも確かこの常磐線って五両運転してなかったっけ？あれか、水戸線に行っちゃったんだっけ、この子。もしかすると。ちょっとお待ちくださいね。一応確認だけしましょうか。まあ、俺、これ、マイクロ S が出したあの10両セット、まあ、6機4増、あと5両セット。あれは持ってるんで、いいんすけど。あれは水戸線の横から出てこないのかな。多分水戸線も、常磐線のローカル区間も共通用のはずなんであるんですけど。五両セット。ああ、やっぱり水戸線タイプが確か2、3年ぐらい前出てんのか。あ、でもやっぱり5両編成としての運用もありますね。常磐線、去年の9月5日から富岡まで運転されるようになったみたいですね。なんか E501 系、水戸線内で車両故障頻発したから常磐線にダイソーしたんだ。運用変更変えて。まあでも、まあなんだろうね。まあでも今回は重量としての発売になるからね。ああ、ダイヤ変わったのか。なんかとある記事見ると、ああ、なるほどね。なんか2016年頃、多分今から3年ぐらい前のダイヤ改正で、あれか、水戸線だけの運用になっちゃったんだ、501系って。で、重量固定だけが常磐線に入るんだ。なるほどね。まあでも、まあ重量だけでも悪くはねえけどな。ただ俺が持ってるマイクロ S のやつって両方の先頭車両が多分トイレついてねえのかな。どうなんだろう。確認はしてみようと思うんですけど、まあでもまあそんなに別にって感じかな。では次中央線行きたいと思います。でまあ一応ね、8月こっちか、8月なんだ、8月発売の中央線。すんげえ欲しいんだよねこの子。 E23 だっけ、2006年に登場した JR 東の第3世代直通電車で通勤型と金型存在し、各路線で活躍しました。まあ一応ね、重量フル編成で車体のラッピング再現、特別イラストパッケージ、ヘッドマーク付属、まあ多分これか。で、あと側面のこれか。で、まあクーラーがちょっと5号車の道があって、まあ全部車、号車番号と印刷済み。悪くないんだよな。ただちょっとでも値段が高いのか。多分ね、いつだっけな、山手線、茶色い。あれが発売されたのが確かね、11両でね、多分これとそんな値段変わんなかったんですね。だからちょっと高いかなっていう気もするんですけど。まあ、10両で3万500円。まあ、ただ俺、来月で、一応発売が全部なくなっちゃうんですよね、予約が。南風とかも結局認可取れなかったから、俺予約しなかったんで、結構予算はね、取れるんで、ちょこ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 ちゃんと貯金すれば、まあ、貯金してあるんですけど。ちょっとこれは欲しいかなって、まあ、思う気もあるんですけどね。まあちょっとね、中央線ほら209系の1000番台も今2本運用ちゃんと入ってるから、ちょっと一回ね、新宿か東京あたりまで行って、まあ俺は新宿の方が行きやすいんですけど、まあ新宿新宿と渋谷か。そうだ、渋谷だな。あ、渋谷でも、あ、新宿はやっぱりいいの。新宿の方が行きやすいんで、まあ新宿まで行くか立川まで行くかどっちかになると思うんですけど、まあ東京でもいいですけどね。まあ東京の方が12両ホームで一応長いし、まあ立川もその辺特急があるから長いんですけど。まあでもちょっとこいつは気になるかな、本当に。まさかもう製品化されると俺正直思ってなかったんでね。130周年後。ちょっと見にくい。確かでも T24 で合ってると思うんですけど。でもなんだろう、なんかこう考えると昔の中央線のオレンジって全然色違ったんだね。まあ一応なんだっけ、高崎線だっけ ?211 系?あれが多分でも7年ぐらい前かな。先頭車両の一部だけ湘南色まとって、確かラッピング入ってたんですけど、あと山手線も、緑の山手線。あれ全部思うんですけど、前面だけは色そのままなんですよね。で、まあ山手線なんか側面全部緑にして、今回中央線まで全部オレンジにしてって感じですよ。全然色違うからね、これ。同じオレンジっつっても。そう考えると本当面白いな。
面白いのされたけど。まあ、ただ、ドア枠とかはね、さすがに塗れなかったみたいですけど。まあ、これはこれでね、なんか面白みがあるし、うん、車外スピーカーとかもね、さすがにオレンジまではできねえだろうし、うん、これは本当面白いかなっていう気がしますね。まあ、今回はね、来月、まあ、こいつの発売になると水風がね、控えてるから、まあ、どっちがバカ売れするか。バカ売れってほどでもないと思いますけど、でもなんかどっちの方が個人的には人気出るのかな。まあ、あ、やべ、間違えて、NGG も仕事しちゃった。まあ、なんだろうね。まあ、サウンドが出るやつもね、一応出ますよっていう風に記載はされてるから、ここ。トミックス、一般販売品となんか社内限定品。社内限定品が多分あるかもしれないけど。まあなんかしかもね、沿道の H 音も出るみたいだし。まあ加藤もちょっと違うみたいか。でもまあこの辺がちょっとどうなるかか。まあ水上のほらチケット取るのも今結構大変だし、金も結構かかるんでね。おそらく限定品の方がバカ売れすると思いますけど。まあ、だとしても、正直でも敷島の時も俺思ったんですけど、あれ、あんまりゴキゴゾって売れなかったんですよね。あ、でも限定品が結構結構本当に、なんていうの予約完売っていう店が多かったんで、そういうところはね、ゴキゴゾでなんとか売り残ってたのもすぐ消えたっていうのを俺聞いてたんであれなんですけど。どうなんだろうね。まあ、関西なんか腹なった。関西の人は水風、関東の人は中央線って行くかね。まあ俺はでも今回中央線はちょっと欲しいかなと思ってたね。久々予約しようかなと。で、なんか俺、その前にポチの告知なんか秋葉原ありますよって言ったのに、なんか京都があったみたいですね。ちょっと俺知らなかったの申し訳ないですけど。なんか申し訳ないですね。俺、京都の方のハガキ届いてないんでね。多分関東圏内じゃなきゃ届かないと思うんですけど。そんな感じかなと思いますね。ちょっとじゃあ、鉄これだけじゃちょっと、ご紹介しましょうかね。ついでに。鉄これ、まずこれか。8月発売予定として、失礼しました。福井鉄道の201と203。大阪市交通局時代の地下鉄谷町線が、5060系線の6両セット A。地下鉄、なんて読むんだ?5085編成の4両セット A と。ただこれセット A だからなんか B とかって出てんのかな?ちょっとあんまり鉄これ関係、あんまり案内しないんでね、申し訳ないですけど。そして、こちら、京成電鉄3300型の更新車、急塗装のファイアオレンジと。それが6両セットと4両セットそれぞれと。そして、学南電車9000型、まあ2両セットと。で、まあさっき言ったトミックスの発売と。まあ本当に9月の水風、これ結構面白いですよね。っていう感じかなっていう感じです。はい。というわけでね、一旦まあ NGG の紹介この辺で終わりしたいと思います。で、今7時半か。ってことは、そろそろ本馬場入場じゃない、パドック入ってんのか。というわけでね、多いの、予想、レース動画ね、あ、レース動画じゃない、レース映像見たいんでね、この辺で終わりしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。